一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年、ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるわけはない。諸君らが愛してくれたガルマ・ザビは死んだ。なぜだ。戦いはやや落ち着いた。諸君らはこの戦争を対岸の火と見過ごしているのではないのか。この悲しみも怒りも忘れてはならない。父も兄も連邦の無視な抵抗の前に死んでいったのだ。それをガルマは死をもって我々に示してくれたのだ。この怒りを結集し連邦軍に叩きつけて初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めとなる。国民よ立て。悲しみを怒りに変えて立てれよ国民。ジオンは諸君らの力を欲しているのだ。